という感じなんですけども、とにかくどうするかですね。アップロードできました。で、投稿、YouTube の方に投稿した動画が1016本になったんですけども、さあどうするかですね。これからどうするかなんですが、まあこの後ですね、これは関東地方で雪が降ってるもんですね。本当に、2011年の2月11、12、13という3連休は相当雪が降る、関東地方でも10センチぐらい降ると言ったのにほとんど降らなくて、この2011年の2月14日の18時から6時間ぐらいにかけて降った雪は結構多かったです。5センチ、まあでも天気予報だと1センチというふうに書いてあるんですけども、歩道に雪が積もって、歩道が見えなくなるぐらい降ったので、まあ1センチ出てるんですが、5センチぐらい降ったのかなという感じでした。本当に、まあ、多く降ったなと思いました。で、これは、まあ、マックナゲット2つですね、買ったんですけども、バーベキューソースとマスタードなんですが、やっぱり共にバーベキューソースもマスタードも酸味があるんですけども、砂糖が入っているのかどうか分かりませんが、たまに食べると歯が痛くなってくるのです。おかしなもんだなと思うんですが、で、あとはウェブハンディワイパーの取り替えシートですね。これは4つで198円だったので安いかなと思ったんですけども、でも違う店舗などで行っても、198円4枚で売っていたので、そんなに、まあ普通なのかな。 そもそも底値というか定価がどれぐらいで売ってるのか分かんないんですよ。ウェブハンディシートなんですが、クイックルワイパーの20枚入りだったら、まあ298円で売っているのが相場かなと思います。248円とか安い時もありますが、この定価の値段というのはちょっとわからなかったです。84ですね。どうするか、こうやって撮ってる動画なんですけども、まあとにかく動画をアップロードしようかなと思います。で、まあこれはログアウトして、ログアウトして、で、マイページで動画を投稿してみたいと思います。で、まあ最近のなんですが、テレビ東京で2011年の4月から、24あれ、ナウ投稿というのを見てるんですけども、あ、そうだ、2011年の4月から、24シーズンファイナルがゴールデンタイムで放送するみたいというふうに書いて投稿してみたいと思うんですけども、で、まあとにかく動画を投稿しようと思うんですが、動画編集ですね、どれぐらい投稿しているかということなんですけども、12ですね。相変わらず投稿数が、そう、投稿数というか PV が低いですね。5回とか4回3回というのが、まあ、ザラですね。3回とか3回、4回、3回という感じになっていますね。なかなか2桁いかないですね。7回、6回、3回、3回、6回、2回、20回、まあ新モニだからタイトルでなんですが、タイトル以外で、PV が2桁いくっていうのは本当にないですね。3、4、4、9、アメーバビジョン関係が、PV が9なんですけども、7、7、4、6という感じですね。6、4、12、あ、名探偵コナン、これもタイトルで PV を稼いでいるような感じなのでカウントしないんですけども、ないですね。60、ないですね。2桁、つまりタイトルが魅力的じゃない動、まあ、あとアメバビジョンの動画で2桁の PV が
どれくらい前にあったのかなとこうやって見ているんですが、7、8ですね。つまり80個動画を投稿して2桁がないという状態ですね。で、この迷宮組曲デビュー27というのが視聴回数0というのがまあ珍しいなと思いました。0というのはめったにないですね。で、10、もう100、100まで見てるんですが、PV がないですね。で、11まで見ているんですが、4とか7、6、1、3、3、3、3、3、15。あ、しているの全体レビューというのが、まあ15回。つまり、今どこだ、110本の動画の中で2桁いったのが、しているの全体音声レビュー122というのが、15回 PV 来ましたね。あとは、しているの音声レビューというのもまた、やろうと思っているんですが、227でちょっと止まっている状態ですね。で、また動画投稿してみたいと思います。今、6分2秒なんですが、容量が73なので、まあ、いいか、もうちょっと待っててもいいかと思うんですが、動画をとにかく投稿してみたいと思います。投稿ですね、結構あるんですけども、今日、アメーバーブログ更新1ですね。で、まあ、タイトルみんな今日、アメーバーブログの更新に。で、一番上はまだこれ使ってるファイルなので、あれ違うか。まあ一番上は使ってるファイルなので変更してしまうとエラーが出てしまうので、その一個前ですね。今日、あれ。今日、アメーバーブログ更新3ですね。で、いう風にやってみたいと思います。一回ここで今切ると、